ライドウ将軍が三国志演義で活躍できた意外な理由。今回は劉備の配下武将、その中からライドウについてお話ししたいと思います。実はこちらの武将は視聴者の方から紹介してほしいと言われていた人物でもあります。また今回はやや筆者の妄想、想像が多めになっている動画となっているので、そちらの辺もご注意くださいませね。三国志演義のライドウ。さて、まずは三国志演義の方のライドウからご紹介しましょう。まずはこのライドウ、劉備に仕える前は劉璋に仕えていた武将として登場しています。そして劉璋といえば蜀、初登場は劉備が蜀に侵攻してきた時。この際に趙人の救援として呉尉、呉蘭と共に登場します。この時の戦いで鳳凰が戦死、劉備を精神的にも追い詰めます。劉備配下に。ここで満を持して出てきたのが諸葛亮、そして甲冑、義援。反撃に出た劉備軍に呉蘭と共に捕らえられることになり、最終的に呉蘭、呉尉と共に劉備配下武将に迎え入れられます。その後は主に張飛の副将となって出てきます。またその後にも活躍があり、曹操による漢中攻略による戦いでもその姿を見せます。この際にライドウは張飛の策略という見せ場によって張衡を撃退します。張衡との戦いによる戦死。有能な武将ながら三国志演義では少々補正がかけられている張衡を相手に勝利したライドウでしたが、ここで張衡を深追いしてしまったのが運の尽き。劉備にすら警戒された張衡は冷静に伏兵のもとにライドウを誘導、計略にかけた張衡から逆に計略によって討ち取られてしまうことになります。ここまでが三国志演義でのライドウの活躍。短いながらも一度は張衡を破ったり、敵であるうちは鳳凰を破るなど、最後の深追いを除けば活躍している方でしょう。計略にかかってしまうので猛将だけど少しイノシシ武者というイメージがしっくりくるでしょうか。正史三国志のライドウ。では正史三国志のライドウはどうなのかというと、劉備が蜀を手に入れた際に呉蘭と共に初登場します。しかしここではもともと劉将軍だったとかそういう説明はなく、劉備の配下武将として登場するのです。つまりライドウは劉備の配下武将が初登場なんですね。そこまでの経緯が不明なので、もしかしたら語られていないだけで劉璋配下だったかもしれませんが、それは不明のままです。ちなみに呉蘭と共に曹操と戦うも敗北。この際に部隊が全滅したらしく、詳細は書かれていないけれど、この時にライドウも戦死したのでは、で幕を閉じます。ライドウの三国志演義での活躍、見ていただければわかると思いますが、ライドウは三国志演義での活躍に反して正史三国志では非常に地味です。もっとひどく言ってしまうと、伝もなくライドウという人物がいたらしいくらいしかわからないのです。そんなライドウがどうして三国志演義では活躍しているのか、ここでとある武将がその説明となるのでご紹介しましょう。猛将火雄。それは三国志演義での火雄、董卓軍の猛将として出陣。立派な体格を誇り、袁紹や孫権、袁術といった武将たちの配下武将たちを次々に破っていく最初の難敵といって良い猛将です。しかし火雄は正史三国志において伝はありません。しかも登場して活躍しているわけではなく、どちらかというと孫権が火雄という武将を討ち取りました、孫権はすごいですという引き立て役です。ではどうして火雄はこんなに三国志演義では活躍しているのか。それこそがライドウも三国志演義では活躍していることに対する答えにつながると筆者は思っています。三国志演義では活躍しているに対する共通認識。正史三国志ではよくわからないのに、三国志演義では活躍している武将によく見られるポイントとして、名前がかっこいいが筆者は特徴すると思います。火雄という名前をご覧ではなくご覧ください、なんとも華々しく勇猛果敢な人物をイメージしますよね。三国志演義では名前のイメージが強い人物が正史三国志に反してよく活躍します。ライドウもまた
響きが強そうなので猛将のイメージを抱かれて活躍したのではないでしょうか。また正史三国志に記載がほとんどないということは、逆を言えばいろいろと活躍させやすい存在でもあります。ものすごく嫌な言い方をすると、何を書いても良いわけです。あんな活躍、こんな活躍、させやすい武将であったのではないかなというのが筆者の個人的なライドウに対する意見です。この考察結構当てはまっていると思うのですが、どうでしょうか。三国志ライター千の一人ごと、今回はライドウについて少しばかり解説考察をさせていただきました。ライドウは三国志演義を見ると少しばかり活躍するも、これからかなというところで退場してしまう武将です。しかしもっと驚かされるのは、正史三国志を見た時の記述のなさだけど、そんな武将たちにもうまくスポットライトを当てて見事に活躍の場を与えている。そう考えるとライドウの存在は三国志演義の象徴の一つのような存在ではないかなと感じました。